午前9時ごろ、七飯町と函館市を結ぶ高規格道路函館新道で、道路で止まったりしている車がいると目撃者から110番通報がありました。警察によりますと、この車両は停車を繰り返しながら今も走行していて、事故の危険があることから、函館新道を含む3つの高規格道路の一部の区間を通行止めにしています。警察はこの車両に止まるよう求めていて、応じ次第男性とみられる運転手に事情を聞く方針です。